ケビン・ジェームズはアメリカ合衆国ニューヨーク州生まれの俳優、コメディアン、脚本家である。同じく俳優、コメディアン、脚本家のゲイリー・バレンタインは2位。父は保健屋で母親はカイロプラクティック関連の仕事に就いていた。地元のワードメルビル高校を卒業した後にニューヨーク州立大学コートランド校へ進学。その後、 スタンダップコメディアンとして活動し始め、その才能が認められて、コナン・オブライエン、JL のデイビッド・レッターマンなどの大物ホストが司会のトークショーに数多く出演。ケーブルチャンネルのコメディセントラルにおいては、スタンダップコメディアン100選において89番目にチャートインされた。友人であるレイロ・ロマーノが主演する、シットコム、ヘイ・レイモンドに出演したことから、後に、 彼の看板番組にもなるザ・キング・オブ・クイーンズの出演へとつながる。しばらくテレビ界で活躍した後、ウィル・スミス、エヴァ・メンデス出演のロマンティックコメディ、最後の恋の始め方へ出演したり、ロベルト・ベニーに監督のピノッケオの英語版へ、声の出演をしたりと、最近では映画への出演も目立つようになった。同じくコメディアンで俳優のアダム・サンドラーとはよく、一緒の映画に出演している。 2012年に主演したコメディ映画、闘魂先生ミスターネバーギブアップでは格闘技に挑戦する教師を演じ、わずかではあるが、総合格闘家の石井里志とも共演している。2004年6月にフィリピン系アメリカ人女優のステフィアーナ・デラクルスと結婚した。2005年、2007年、2011年に子供を設けている。2011年には、 ミスターズーキーパーの婚活動物園において、夫婦で共演している。ありがとうございます。